皆さんこんばんは、ババチャンネル猫なめです。さ、目を覚まして、さ、冒険の時間だよ、のびー。じゃあね、バイバイ。さ、ドックを探しに行こう。ここだよね、この先にドックがいるはずなんだけど、まだ安全な場所にはついてなさそう。あー、見ての通りでございます。まだまだ危険がいっぱいだね。とりあえず降りてみて、大丈夫かな、うろうろしちゃって。ここになんか扉あるけど入れそうにもない。なんかここを渡っていきそうな予感だけど、黄色いコードがあるね。なんだろうね、一通りくるっと見て回ろうかな。この辺は解読とかする感じじゃないね。そしてここに、ここのボールは何のためのボールかな。さてと、こっから私は入ってきたんでしょ？違う？ん？私どっから来たんだっけ？ここから出入りもできて、だけど絶対このコードなんかすんだ。アイテムを使う。なんだ、持ってないね、何もね。アイテム使えない。発電ジェネレーターです。ただし機能させるには何か別の部品が必要。なんかこの辺にない別の部品？どっかから取ってこいってこと？向こうから、向こうに渡って何かを取ってくる？いる？いない？大丈夫かな？なんか、あ、大丈夫？なんかさ、こっちになんかコードがつながってんだけど、なんかやばそう。こっち側はなんだろう、先に見れるとこ見ておいた方がいいよね。なんかこっちにも道があるね。どっちが、何？ちょっと、うわー、赤色がすごい。ちょっとチラッとだけ様子見て、やばそうなら戻ろう。うわー、うかすんのだけはやめてね。ここ入れない、ジャンプできる。ここもジャンプできる。向こう側に繋がってるね。出てこないべね、あのバクテリア。こっからでも来れるんだ。なるほどね。ここは関係ない、どっち側からでも行けるようになってるんだね。こん中に入ってなんかしろってわけ。開けて大丈夫だね、きっと。この中は安全だと見込んで。よいしょ、何にもないね、ここはね。ここに繋がってるんだね。繋がってるけども、これ何？わわ、ここでもなんか飼われてる。この下にも行ける？下に行った方がいいのかな。何かを取ってこいってんでしょ。誰だこれは、まさか。ああ、ひっくり返って、すごい見た目。え、うわ、これが毒。なんかこんな見た目の、毒って名前でこんな見た目の人見たことあるぞ、とかなんかの映画で、バックトゥーザーフューチャーかなんかのオマージュかなんかかな。
待って、ザークではないな。誰だ？わしのバッジをつけているではないか。どこで見つけた？わしの息子からもらったのか？ああ、シームズ、賢いやつめ。親バカですか？長い間ここに一人でいる。リフラクサーのテストのためにここに来た。でもうまくいかなかった。家に戻りたい。泣きたいほど息子に会いたい。家の中は自由に見てくれ。だがどうやってこの場所から抜け出すかはわしには皆目見当がつかない。生きてたんだね。ごめんね、勝手に死んだと思ってて。てっきり死んだと思ってたけど。なるほど、そっか、ドク生きてて、ドクはバックトゥーザフューチャーだったか。なるほど、自由に見て回っていいんだもんね。じゃあ遠慮なく自由にさせてもらうけど、ここ爪とげそうな壁だと思ったけど違ったね。こっちなんかあるよね、きっとね。よいしょ、登れない？登ってなんかない？ここ解読できそうなもの意外とないぞ。よいしょ、なんかそこの壁怪しいね。まラジオでも聞きましょうよ。なんかあるね。ここ普通の爪研ぎ。あー、爪研ぎ、新しい場所に来たからバリ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 、挨拶代わりですからね、これ挨拶代わりの爪研ぎですね。自分の縄張りですからね。特にないのかな。クモの巣張ってんね。特にないんだね。あら、必ず倒れていくね。ここら辺登れるわけじゃない。自由に見てってねとは言うけど、あら、自販機なんかあるじゃない、家に。使えないんだろうけどね。これ何、これ、思い出す。何これ、すごいね、12って書いてあるよ。なんかの兵士、何こう、盾かなんか、盾とほうきと包丁、あとなんかバケツのようなものかぶって、頭の上に植木鉢。奇妙な、奇妙な生物ですね。人間たちはこんな格好をしていました。してるわけないと思うんだ。それは絶対なんか情報の伝達ミスだと思うんだよ。絶対こんな格好はしてないと思うんだ。彼らは小さくて音をたくさん立てながら走り回っていました。小さくて、はい、思い出しました。これは子供たちです。チャンバラごっこでもしてたのかしらね。子供たちが包丁持ってたら怖すぎでしょ。子供たちがいるとストリートには活気が出ました。子育ては大変ですが、大人たちは子供を大きな愛情を持って育てました。ドクはシームズに会いたがっています。それも同じことでしょうか。そうね、そういうことだと思う。確実に取り損ねてるな、あの2つ分。どこで取り損ねたんだろう、悔しい。ちょっとこれサムネ撮りたい。こう猫とツーショットなかなか難しいね。どう？オッケー、こんなもんでしょう。ここはないね。よいしょ、特にないね。もう見るもん大体見終わっちゃったよ。話しかけたらいいかな。どうすればいい。外に出ればすぐにザークどもに襲われる。あれ、話しかける、このフグちゃんに。ここから脱出するのに役立ちそうなものを探してみよう。あったかな、部屋の中で探すの。一通り見てよ。でもこれ何、あった。おい、そのディフラクサーには気をつけろ。フルチャージでザークどもを紙吹雪のように吹き飛ばせるのだ。
それ使おうよ。この赤ん坊を動作させるには 1.21 ジゴワット必要だ。ジゴワットってこの世界での電気の単位かな。ここでそこまでの電流を起こせるのは家の外にあるジェネレーターだけだ。あったね。起動しないな。ヒューズが飛んでいるようだ。修理するには外に出なければならない。だが外にはザークどもがいて危険だ。わしは敏感には動けん。あ、機敏か。わしは機敏には動けん。だがお前ならやれるだろう。お前がジェネレーターのところまで行ってヒューズを取り替えてくれればわしがリフラクサーにチャージすることができる。さっきまでザークはいなかったけど現れてるんだろうね、きっとね。フラグ立って、こっちに来なさい。お前がすべきことを教えるから。くそー、敵出てくるんだろうな。そこになんか広そうな場所だったもん。敵いかにも出てきそうな場所なのにいないから怪しいなと思ったよ。ヒューズね。ヒューズどこにあるんだろうな。さあ、このヒューズあんたが持ってるんかい。新品のヒューズだ。よし。ジェネレーター起動時に大きな音が出るからザークに見つかる可能性がある。これ絶対来るじゃん。お前がジェネレーターを直したらわしがディフラクサーにチャージをして直ちに起動する。援護射撃的なものをしてくれるということかな。このケーブルをたどっていきヒューズを取り替えるだけでいい。その後またここで会おう。グッドラック。よし。ということはきっと私は何もしなくていいんだね。援護射撃してくれるということだから安心して仕事に取り掛かろう。よし。ここのこっちだね。よいしょ。この裏側だったような、ここにアイテムでヒューズ。どうじゃ。電気が通ったよ。おっ、おっと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 、これは、わあ、来た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 。おすごいすごいすごい、すごいすごいすごい、急げ走れ。すごいすごいすごい、よく 見えてないけど、おらー、すごい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 、あ、すごいすごい、なんか知らんけどすごい、死んどるやん。え、死んでるじゃん。あの、死んだんですけど、ドクさん多分先走りすぎたんだね。これドクさん、あれかな、待った方がいいのか、ドクが来るまで。こうやって待ってた方がいいんだな、きっと。今ドクはどこ、どこからやってくれてんの。あそこね。ってことはここから飛べないから、裏から、裏は自分でなんとかしてってこと。こっち側からも行けたよね。こっち側はもうできないから自分でなんとかしてねってことか。こっち側が正解でしたね。あっち側はダメでしたね。こっちにはいっぱいいないじゃない。さっきの何だったわけ。戻ってきたぜ。さっきの記憶は消してね。でかしたぞ。ジェネレーターが直った。感謝してよ。ディフラクサーのパワーを見たか。これでここから脱出できるぞ。ちょっと待て。ディフラクサーをお前のドローンに装着できるかもしれない。すごいすごい。確かにね、自分でできなきゃ意味ないからね。そっか、フグちゃんはドローンっていう立ち位置だったのか。じゃあこれ今度からフグちゃんがやってくれんのね。うまくいった。
ディフラクサーはお前のナイスなドローンにバッチリインストールされたぞ。電源が切れるわけではないが、あまり使いすぎると故障するかもしれん。あら、気をつけないとね。危険だということは忘れるな。さあ村に戻ろう。息子よ、もうじき帰るぞ。よし、一緒に行きましょう。これはもういいのね、装着したのね。中身はどこに行った？下に行った？ついてかないとね、置いてかれちゃうから。帰り道、あら、いっぱいいるじゃない。どうする気？大丈夫なのこれ。ザークを全部追っ払って先に進むぞ。そのディフューラクサーを使うには L1 を長押し、長押しね。ほらー、あら、ちょっと無理ね。これはしばらく使えないってこと？なんとすごい効き目だが、思った通りオーバーヒートだな。そうなったら少し冷やすといい。村に着くまでは持つだろう。なるほど、村？スラムに帰るんじゃなくて村に行くの？ついて行きますよ。わ、ちょっと珍しく人と共に歩いてるわ。単独行動ではないわ。あら、故障？スイッチがつかない。電気が通っていないようだ。まあね、これだけ使われてなければね。どうすんの？ドアを開ける方法が何かあるはず。ドアを開ける方法、こっちなんかある？私に探してこいって。なんかあるね。これをまた使ってジャンプして、ここに、待って、違うな。なんかあるね、きっとね。ここかな、ここに乗るのかな。あ、ここは乗れない。あ、ん？どこだろうね。あー、ここか。ここにドラム缶を持ってくるのかな。よし、任せとけ。おらーい、おらーおらーおらー。結構重たいんですよこのドラム缶。いくらね、猫とは言ってもこれだけのドラム缶を動かすとなると結構体力使うんですから。よいしょ、こんなもんかな。よいしょ。さあ中に入って、あっと、危ないぞ危ないぞ、気をつけろよ。うわ、嫌な音してる。レバーがあるね。ちょっとだけ奥を覗かせて。ないか、何も。ここが開くのか、なるほどね。よし、やってやろうじゃん。せーの、あら、せーの、バツ、バツがなかなか出てこないよ。せーの、はい、戻った方がいいんじゃない？もう戻れない、行くしかない。 L1 だよね、絶対に敵いるよね。あ、いないか。毒？うわー、いるー。
いどころちゃんと考えないと。もう一回ここからよし来い。ほら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 、あ、やば、もう一丁、ほらどうだ、まだ来る、ほらほら、よし、とりあえずこれ OK だ。あとさ、ちょっと何かないか一通りくるっと見渡させて、ここになんかあるけどね、とりあえず毒だよね。近づけば開くけど、開くけど、はい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 、ちょっとずつね、死んだからね、なんだって。ふう、危なかった、家に帰るか。おっと、向こう側ではたくさん、ちょっと危ないね、さっさと行った方がいいね、これはね。こっち側も開けて、なになになに、どうした、こっち出てくるか、出てきそう。ボタンの準備、 L1 の準備しとかないと。出てこないね。なんだ、ドアを開けて、開けた瞬間出てくるかもしれないから、ちょっと後ろの方で待機しとくよ。どう、来た、何の音、いるのかいないのか。お？戻ってきたの？あ、ここってスラム？あ、息子じゃん。再会だ。おい、泣いていいんだぞ。あら、ハートマーク。かわいい、親子愛だね。よかったね。私てっきり死んだとばかり。みんなの英雄じゃない？ねえ、やったでしょ私。小さな友よ、毒を救出してくれてありがとう。シームズがもう一人ではなくなりほっとしている。もっと褒めてくれても構わないんですよ。さあ、これでザークたちを倒す準備は整った。モモが下水道で待っている。また戦うの？ドクもシームズも嬉しそうです。私たちいいことをしましたね。そうね、私も英雄の仲間入りでしょこれは。おい、ドク、これはすごい感動すべきことだ。デッドシティでこんなに長く生き延びた人はいないよね。すごいね、それは確かにすごい、それは確かにすごい。つまりザークにやられなかったんだね。まあ閉じこもってたからでしょうね。貸した10巻持ってる。10巻って何？何？缶詰？猫缶ですかね。もうとっくに食べてると思うよ、生き延びるためには。この後に及んで返してもらおうとしてるの君。あと変なオレンジの生き物に会った？この辺を歩いてれば必ず会えるよ。変なオレンジの生き物って何ですかね、何のことですかね。そんな生き物私も会ったことないの。シームズ、うん、父さんが帰ってきて嬉しいよ。うんじゃなくて私のおかげなんですけど。ドク、いや、テディ、ローズィー、調子はどうだい。おう、ビリーじゃないか。息子のシームズを知っているか。あそこから帰ってこれたのはこいつのおかげなんだ。わしのおかげじゃろうが。おい、ちょっと待って、何二人だけの美談にしてるわけ。ねえ、
私の存在忘れてないですかね。ちょっと待ってよ、私は私、命かけたの私の方なんですけど、私この中にせめてさ私を入れて、そうすればサムネで私が英雄だってことが証明できるでしょ。いいアングル、クルリンパクルリンパ、どうこのアングルで、バリ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 、くそあの親子全部自分たちの手柄に仕上がってんね、この存在なんか忘れてやがる、くそ私が頑張ったのに、頑張ったの全部私なのに、くっそー、ふぅ、ねえ君らもそう思わない？脅かすなよ、ザークかと思ったよ。この人たちにしてみれば、私、猫もザークも変わんないんだろうね。くそ悔しいぜ。にゃお、あら、十人十色の、どういう感情かな、それ真ん中の人のは十人十色の表情だね。こっちは怒ってるやつもいるし、びっくりしてる人もいるし、かわいいね。じゃあこいつらの前でも泣いてやろうぜ。どんな表情をする。おい、無視、ちょっと待って、君らも無視してる。無視、なんていう薄情なやつらだ、君何、こんな人いた。ゴミ箱の中の素晴らしいものを見ろ、宝物でいっぱいだ。ブツブツ交換マンのところへ行きなさい、そこにはあなたが欲しいものがあるはずだ。こんなの前からいたっけ、こんな人。こんなところに三角押せる絵があった。あ、おお、気づかんかったぜ。なんだこれは、1かこれ、1283かな。下になんか書いてない、なんて書いてあるこれ、 0? なんとかかんとかって書いてあるけど薄い字でいいのかな。1283か、確かさ、このデジコードでなんかバーって書かれてたんだよね。バーに何かあるとは思ってたけど、このこれあれか、金庫の番号か、これあの金庫ずっと気になってたんだよね。絶対あの金庫は開けないで出ていくわけにはいかないと思ってて、これこれこれ、1283、楽譜だった、これが最後の楽譜か。楽譜を渡したらなんかトロフィーゲットできるよね、きっと。あのバッジもくれるかも、もしかしたら。曲ありがとう、練習するよ。最後の曲だからきっといいメロディーなんでしょうね。期待してますよ。これで最後の楽譜だ、本当にありがとうおちびさん。感謝の気持ちとしてこのバッジを、あ、バッジだやっぱり。わ、いいね、音符のマークの黒くてちょっとスタイリッシュなシンプルなバッジ。さて最後の曲はどんな曲かな、ニャロディ。これは多分あれだろうね、バッジさ、あれだよね、あの人からももらったし、読めない楽譜、意味ありげ、うむ、読みづらいけどトライしてみよう。え、どんな曲だ、お、うん、あら素敵じゃない、なかなか軽快でね、一番最後の楽譜にふさわしい感じじゃない。隣で寝るにはちょうどいいわ。さあしばらく終わるまで聞きましょうか。
え、これ何？エンドレス？もしかしてエンドレスなのかな、この曲。もうこの曲をずっと弾き続けてるって感じ。この人には話しかけられず、ずいぶんこの曲だけ長いもんね。そういうことなのかも。もうずっとこの曲を弾き続けてるんだな。気に入ったんだこの人。あ、やめたじゃん。どう？いろいろな曲ありがとう。私はビッグになりました。いやー、勘違いしちゃダメだよ。まだまだ世界は広いからね。ダメだよそんな。ビッグになった気になってちゃ満足しちゃダメよ。じゃあまたいつか会いましょうね。また隣で寝れる日を夢見て。何これ、これ何だと思います、皆さん。これ誰？怖い。何ですかこれは。怪奇現象が起こってる。ストレイにもバグがあったのね。怖っ。あー、ダメですね。エナジードリンク今2個持ってて、自動販売機いろいろ調べて回ったんですけど、なんかもう取れなくなってて、自動販売機からジュースを。で、一缶足りないからこれはゲットできないみたいですね。もうちょっと前に自動販売機なんていくらでも探せることできたんだから、やっとけばよかったな。これだけ取り損ねてしまいました。残念。これは何だったのか気になりますけど、絵画だと思うんですけどね、何かの。取ることはちょっと今できないみたいです。残念。さあ、しょうがないね。ちょっと一つアイテムを取り損ねましたが、しょうがないので続きやっていくしかなさそうですね。先に進んだら多分戻ってこれないような気がするんですけど、行きましょうか。寂しいけどもね。弁蔵さん、弁蔵？キテレツの弁蔵さんと言ったら、私キテレツ大百科の弁蔵さんしか知らん。モモがボートで君を待ってる。ここで必要なことを全て終わらせたらそこへ向かいなさい。もうね、大体終わらせられたんでいいと思いますよ。君が行ったらドアを閉めてしまうから、ザークが入ってこないようにね。知ってた。そっか、モモは待っててくれてるんだね。ボートで一緒に行ってくれるんだ。猫はボート漕げないもんな。じゃあ意を決して行っか。行ってきます。